やばいっすよね。という感じで、でもこんな中来てくださってありがとうございます。大友義信でスペシャルビッグバンドプラスワークショップメンバーです。どの人がスペシャルビッグバンドのメンバーかもう分かんないくらい人がいますけども、これで40分間ほど演奏したいと思います。よろしくお願いします。何の曲やろうか。一番、なんかリクエストありますかね。大丈夫、ドラムやりたい。ドラムやりたい。ちなみに俺はフルコーラス知らなくてビビりながらやってたから、こういう曲なんだ。はい、ドラえもんでした。はい、次の曲リクエスト。じゃあもうこれやったらアマちゃんやるしかないね。アンコール一つもらったけど、じゃあですね、アマちゃんのテーマ曲はサビに行くときサビっていうので、それまでは、まあ、あれ繰り返してみましょうか。いくよ、それを悲しくてやりきれない、悲しもうぜ。あ、ちなみに悲しくてやりきれないの反対バージョンで楽しくてやりたいって曲もあるんですけども、それちょっと出だしだけやってみようか。悲しくてやりたい出だしだけやります。ワンコーラスだけやろう。いきますよ。
ません、楽しくて やりたいって言うんですけど、悲しくてやりきれないのも、加藤和彦さん作曲の、この世界に片隅にで、宇都竜王さんがやってましたけど、そのバージョンをこのメンバーでやりたいと思います。
生見れないでした。映画まだ見てない人はぜひ見るといいと思います。すごい映画。じゃあ引き続き行こうかな。次は即興でやろうかな。なんで即興でやる抜くのこれ。ノイズ君から行こうか。
バーの2人はわざわざ大阪から来てくれました。数年間くらい来てよかったのかな。で、この東京タワーのふもとにカスタネットをやってた子は札幌から来てくれました。あとあれ宮崎から来てる人いたよね。どっか行っちゃった宮崎の人。あ、いたいたいた、宮崎の人、拍手。はい、じゃあ次何やろうかな。普通だから普通じゃないんやろうか。あと何の人だったか。あ、私のやつからやってみる。やろうな、やろうな。まずは子供たちだけでアマチュアプレスカーをやるとどうなるか。それで大丈夫だよ、できるよ、すごい難しい曲だけどね。すいません、皆さん薄くリズムだけ出しましょうか。チューバとか出だしのピチャピチャのCマイナーのところを子供たちと小林さんとチューバで、はい、じゃあ子供たちプラス、ドラムチューバでアマチュアクリスマス出だしていきます。それで Q 出したらテーマに入るということでしょうか。全部相談が聞こえてるよね。あ、じゃあ行くよ、子供頑張れよ。私は子供だと思ってる大人も入っていいですよ。
Thank you.
プラスワークショップメンバー100人以上でございました。アーバンディングトークまた来年もやりますのでよろしく。やっぱりチーム動物園から始まろうかな。スイッチが入ってないよね。なんかすごい凝った機械作ってきた。